皆さんこんにちは、ソロギターリストのジョー直樹です。今日は365日のソロギターになります。本日の曲はですね、僕の曲パーフェクトワールドをお届けいたします。この曲は、1枚目のアルバムパーフェクトワールドの表題曲になっている曲です。とってもですね、不思議な雰囲気というかちょっと暗い感じの、雰囲気の曲なんですけれども、とっても僕も好きな曲の一曲ですね。ライブなんかではですね、結構ちょっと普通にこうやって演奏する感じではなくて、ちょっとこういろいろエフェクトをかけたりとかですね、ちょっと特殊なことをしてですね、全然違うパフォーマンスになるんですけれども、今日はギター1本だけでの演奏でお届けしたいと思います。それではパーフェクトワールドお聴きください。はい、パーフェクトワールドお聴きいただいていますけれども、いかがでしょうか。この曲はですね、特徴的なのが、実はですね、1弦と2弦が両方とも B っていうチューニングになってるんですね。つまり1弦と2弦が同じ音です。でそしてですね、まあ、6弦から1弦までチューニングを言うとですね、 E、A、E、G、B、B ってなってますね。で曲の途中でですね、何回も何回もですね、このわざとですね、違う弦で同じ音を鳴らしたりとかですね、してるんですね。ギターって不思議な楽器で、同じ音をですね、違う弦で鳴らすこともできるんですね。でその際にちょっとしたやっぱりこう音色の違いとかがあったりとかするんで、それが重なると結構面白い感じに聞こえるっていう特徴があります。でこの曲はですね、非常にそういったところをちょっと活かして作りたいなと思って作った曲でした。フルバージョン聴きたい方はですね、フルバージョンでき次第下の方のリンクに貼っておきますので、ぜひ聴いてください。それからこちらの曲弾いてみたいという方はですね、下の方に楽譜ができ次第リンクを貼っておきますので、ぜひですねチャレンジしていただけたらなと思います。とってもシンプルな曲なんですけれども、なんていうかこう弾きがいがある曲なんじゃないかなと自分では思っています。本日はパーフェクトワールドでした。今日はありがとうございました。ジョー直樹でした。それではまた。